はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 戦国編ということで、今回からこちらをやっていきたいと思います。まあ、地獄編の方も、やっていったので、まあちょっと前編と後編みたいな感じになってますので、まあもし地獄編の方も興味がある方は、そちらの方もご覧いただければと思います。今回はその後編にあたる天国編ですね、ちょっとスタートでやっていきましょう。あと一応中編みたいな感じで、まあ、煉獄編があるんですけれども、これは初回特典でついてます。まあ、煉獄編のところもやっぱり同時並行で進めていこうかなと思いますので、本編シナリオデータをリンクさせてゲームスタート、地獄編煉獄編のクリア状況をリンクさせてゲーム本編をプレイできます。まあ、ちょっと煉獄編はクリアしてないですけれども、ちなみに地獄編ってどこまでクリアしたか、まあ、一周は確実にやったんですけど、ちょっとあんま覚えてないです。ただ煉獄編に関してはオプションから煉獄編とリンクを行うことで同様のボーナスが獲得できますということで、まあちょっとこれ煉獄編クリアしてからじゃないとできないかなと思ってたんですけども、まあ途中でもできるみたいなんで、この2つはちょっと並行して進めていこうかなと思います。今回は天国編の方ですね。一応ちょっとデータがあるのでリンクさせてスタートしましょう。リンク OK。 地獄編のデータ、これどうしたっけ一周クリア、まあそりゃそうか。この結果をリンクさせてスタート。シナリオはコンプリートしてないっすね、一周しかしてないから。地獄編クリアで50万円で、周回ボーナスが一周10万円なんで合計60万円ですね。あ、 Z チップももらえる。Z チップが1000と周回ボーナスで200、1200。あと PP ももらえますね。これキャラクターとか鍛えるのに使うポイントなんですけれども、地獄編クリアで150、周回ボーナスで1周 ×10 なんで160。シナリオコンプリートがないのがちょっと痛かったですね。あ、撃墜数も増えるんだ6、撃墜数エースパイロットにするのに重要ですからね。あー、地獄編クリアで、地獄の紋章とバリアフィールド、うん。ということで主人公は地獄編に続いて神代響ですね。誕生日はとりあえず初期の段階でいきましょう。設定終了と。舞台名もとりあえずもうそのまま Z ブルーでいきましょう。ほい。さまざまな世界、さまざまな宇宙、別の時空に存在する、それらは平行世界と呼ばれ互いに交わるはずのないものであった。そう、あの日が来るまでは。出だしは一緒だな大時空振動、ある世界で発生した巨大な時空振動により、それぞれの世界を隔てる時空の壁が破壊された。その結果、数多くの平行世界は互いに混じり合い、多くの新たな世界が生まれた。それが多元世界の誕生である。新たな世界の誕生は新たな出会いを生み、新たな出会いは新たな戦いを生み、多くの多元世界が誕生から長い間混沌の中にあった。しかしその中のいくつかは次第に新たな秩序が生まれていった。ああ疲れた。たまにこういうの超早いのがありますからね読み切れないっていう。ああこれはコロニー落としじゃなくてアクシズ落としのシーンですね。UCW と ADW と呼ばれる世界と様々な世界が融合して誕生した地球。そこには異星人ジェミナイドの時空の壁によって閉ざされた時の牢獄と化していた。その中で勇気ある者たちは仲間たちと共に世界を変えるために戦い続けていた。そうですね、大得意点が確かシャア・アズナブルだったんだっけ。これが、地球ですね。全ての人々の未来を望む願いが一つになり、時の牢獄は破壊された。様々な謎は残されたままであったが、戦士たちは苦難の果てに掴んだ勝利をかみしめ、その証である時の牢獄の破壊を自らの目で確かめようとしていた。そう、時の牢獄が破壊されてもう一つの地球が出てきたっていうところで地獄編は、終了したんですよね。まあ詳しくは動画があるんで、その最後のエンディングのところだけでも見ていただければわかると思います。だがそれは新たな戦いの始まりであった。地獄の果てに、プロローグ。
これはどっから始まるんだ。そうするとい、きなり超いっぱいいるし。時間だ。各機は衝撃に備え体勢を整えろ。いよいよだな。時空修復による時の牢獄の破壊、その最後の瞬間か。ジェミニスの脅威を払い、世界は新たな時代を迎える。だが油断はできないぜ。いつかバールが地球にやってくる。私たちはそれに備えないと。それにさっきのこれなんだっけ、シャック特わからんとかいうやつもいる。俺たちが守るのは地球だけじゃない、宇宙のすべてだ。ああ俺たちはそう誓ったんだ。まずは俺たちの勝利を見届けよう。できればその後少し休みたいです。そうだね、僕たちも機体もボロボロだし、さすがの私たちもちょっと休憩が欲しいわね。束の間の安息か、悪くないな。カウントダウンが始まった。まもなく時の牢獄が崩壊する。お疲れ様響くん、今日までありがとう。うん、響くん来る。そう、新たな勢力が出てきたんですよね。そういえばここでムーミーが入ってる。大きさなんかみんな一緒じゃね、機体ガンバスターとか超でかそうなの。ガンバスターいなくね。そう、これでパリってなって、今度また地球が出てくるっていう。バスターいる普通の大きさだな。ちょっと大きいかそう、これがもう一つの地球ですね。これが何を意味するのか。何、地球がもう一つある。どうなってんのさこれ。よくわからないけど、やっぱりあっちも地球なのか。艦長、時の牢獄の境界線だった地点から何かが来ます。あれはジェミニスか。いえ、おそらく彼らは、これなんて読むんだっけ、これどうやってやるんだ。これは戻る。これあれ、死生点、あ、読み方書いてねーし死生点って読むってことは死空って読むのかな。とりあえず便宜上死空でいきましょう。あの死空という男が言っていたジェミニスを含む組織、サイデリアンなのか。あいつら時の牢獄の向こう側から攻めてくるのかよ。見たことのない機体もいます。気をつけろ、ジェミニスの使っていた機体よりも戦闘力は上のようだ。くっ、すでに臨戦態勢か。戦うしかない。艦長、サイデリアルと目される部隊はこのエリア以外にも多数出現、その全てが地球を目指しています。奴らは時の牢獄が破壊されるのを待っていたのか。各艦へ通達、こちらは部隊を分けて対応に当たる。フトレマイオスはスレスタルビーイングとヒーローゼロたちを連れてポイント1204へ。了解です。セズナ、やるしかない。今の地球に戦う力は残されていない。あ、そうだっけキリコ、お前の力も借りるぞ。わかった。ドラゴンズハイブとシンゲッタードラゴンはポイント3022へ。超銀河ダイグレンはポイント2433へ。ラーカイラムは連邦軍総司令部へ状況を報告。アムド、直営部隊の指揮は任せる。了解だ。残るマクロスクォーター、ネイルアガマ、トゥアハーデーダナンはこのエリアの防衛を。了解です。それぞれの部隊編成データを送信した。各機頼むぞ。死ぬなよみんな。当然、せっかくの勝利をあんな奴らに台無しにされるわけにはいかないよ。必ず生きてまた会おう。約束する、絶対に。
なり舞台分裂っすね。オズマ少佐はタイを率いてポイント1528へ向かってくれ。ウルズ1、ウルズ2、スカル2、ピクシー1は俺と来い。了解。こっちの戦線は任せるぞ、アルト。みんな死ぬんじゃないよ。サイデリアルの部隊展開中。各機は追撃フォーメーションを。私たちの守った地球を決して侵略者の手に渡してはなりません。けどよ、こっちは連戦でコンディションは最悪だぜ。テスタロスタ艦長、分かっています。まずは最初の2分間でしょう。2分。私から皆に言うことは一つだけだ。各機必ず生きて帰れ。君たちはここで死んではならない。了解。おお、こいつらで戦うってことね。この2分っていうあれがよくわかんないですよ。スパルボやってていつも思うんですけど、2分とか5分とかまあ2ターンってことなんですけど、超短くねとかとりあえず戦艦を中心に組んできますか。グレネードランチャー、これはあ、メタスと一緒に組んでるな。こんな状況でこれだけの敵を相手にするなんて。集中するんだファー、一瞬でも気を抜いたらやられるぞ。わ、分かったわ。物量が違いすぎる。このままではいずれ。そんなに物量いるかみんなと動きを合わせれば勝てる。仕留められるか、グレネードランチャーで。いけー、仕留められない。食らった？食らってはない。あ、エヴァがいる。エヴァが初号機と0号機。これマクロス、これがテスタロスさん。そういや宇宙に出れるようになったんでしたねこいつら。あ、ユニコーンもいるじゃん。とりあえずこのフォーメーションでいきますか。あー、そういやグリッドが表示されてるな。ちょっとオプションで、ピース表示じゃなくてグリッド表示はオフにしましょう。はい、OK。システムは後でいじるとして、ハイパーバズーカ、デルタプラスがいる。リリー、クソクソ、こんなことになるなんて。リリー少尉、目の前のことに集中しないと。バナージー、貴様は何を。クソ、リリー少尉はどうせ裏切るんでしょうからね。一点を狙った攻撃だ。軸さえずらせば。相手の動きが終える。わ、戦艦狙われたよ。メインメガリオ障子当たんないのかな。いや 100% だし、あ、603だからか。倒しましょう、機銃で。艦長、我が戦力差は圧倒的です。消耗戦になればこちらの負けは見えています。そんなものは私もジェフリー艦長たちも分かっている。だがそうだとしても引くことは許されん。それが軍人の責務だろうが。艦長、とは言ってもネイルアーガマを沈める気はない。副長、本艦のダメージを常に確認してくれ。場合によっては撤退もやむをえん。了解です。あ、おっと、超成長してるわもう。回避運動、もっと早くだ。そうだ、もっと早く回避しろ。ミノフスキー粒子、戦闘濃度散布。よし、攻撃を開始する。対空防御、急げ。なぜかこいつエヴァ2号機と組んでるし。あ、しかもマリが乗ってんじゃん。はは、こりゃピンチすぎて笑うしかないね。くう、さすがに君もいつもの前向きさが出ないみたいだね。
マリさん、そんなこと言ってる場合じゃん。分かってますって先生ちゃん、こうなりゃ開き直るしかないね。絶望の中の希望、アドベント、俺は希望を生み出してみせる。してるな。敵が来てるぞ。はい、行きます。 TS でも、こういう時の水根先生がちょっとおかしなあれが出ますね。こいつで追い込む。ワンショット、ワンキル、仕留める。ガトリング効果、防御の解除な。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。イカリ君、頑張って地球を守ってきたんだ。だから今度だって AT フィールドいくつまで大丈夫なんだ。ちゃんと避けられた。では作戦開始。ターゲットロック。ちょうど4500。まあちょっと一回戦ったんでオフにしちゃいましょう。ハイメガランチャー、ハイメガランチャーちょっと見たい変わってないかもしれないけど、こっちだって止まっているわけじゃない。出てこなければやられなかったのに。させるか。変わってないですね多分。お、でも強い、一発で倒した。ああ、こいつら新しいやつだな。で、多分このターンで終わりかな。最初2ターンって言ってたんで。クーターカノンで 89% か。キャシー注意、戦況の分析データをリアルタイムでこちらに回してくれ。了解です。ボス、状況は圧倒的に不利だ。引き際を誤れば全滅もあり得る。確か超射程が長いやつがあった気がする。あ、なんかでも9だな。艦長、言わなくても分かっています。ですが敵の第一波を叩かないことには退路の確保すら不可能です。了解しました。では艦長は戦闘指揮に専念なさってください。その間に私は最適なタイミングを図ります。頼みます、マーリューカスさん。そして頼みます、皆さん。みんな艦長とか優秀だよな。ゲッターは突っ込みますか。飛ぶゲッタービーム。あ、ゲッタービームってあれなんだ。移動後攻撃できないんだ。あ、ボスブロットがいるじゃん。龍馬さん、無茶だ、交代しよう。交代ってどこにだ。それはその覚悟を決めろお前ら。俺たちが引いたらそこに待っているのは地獄だ。行くぞ、前に進んでこの状況を打ち破る。先方はこの俺様よ。やる気満々じゃねえかボス。これでどうだ。おお、結構当たるじゃん。ゲッタービーム。
どうした？おお、クリティカルだった。あれ、そういや4になってるな、今度は。ビームマグナムを使う。デルタプラスは、そうか、オールだから攻撃できない。まあいいや、別に。先手を取れるな。あとはビームマグナムのアニメーションが変わってるか。ビームマグナムだ。くるっとやって撃つ。変わってない。そこだ。デストロイモードになれば倒るかな。こいつはこれ無理すんなよ、ソウスケ。下手に突っ込んだら周りから袋叩きだ。周辺の敵の追撃は任せるぞ。俺は前に出る。仕方ねえな。やるしかねえってことかよ。軍曹、この戦術は無謀としか言いようがありません。そんなことはお前に言われるまでもない。理解されているのでしたら言うことはありません。可能な限りのサポートをします。お前も状況が分かっているようだな。やるぞ。一気でも多くの敵を落とす。トゥアハーデダナンには千鳥も乗っているんだ。必ず守ってみせる。剣聖はお任せってね。くそったれ。おお、それで肩がついた。てか言うほど囲まれてないと思うんだけどな。ハイメガランチャー、で、こいつは近づいて、ロケットパンチでいい気がするな。下がってろ、さやか。ここは危険だ。何を言ってるの、コウジ君。私だって地球を守る戦士なんだから。さやか、行きましょう。コウジ君、大切なものを守るために。ああ、こうなったら力の限り戦うまでだ。これで終わりそうだな。で、あの2匹は倒したいな。気力が足りない。中しか持ってない。こっちにするか。あ、でも援護攻撃が入るってことはこっちでいいや。くらえ。 OK。ストームブリンガーは使えない。タクティカルコンボマックス。まあこいつらを勝たせて終わりでしょう。ほい。艦長、敵増援来ます。やはりあれは第一波に過ぎなかったか。おお、こいつらがいっぱいいるな。今度は新型がメインの部隊か。後方には別の部隊も展開しています。クソ、これじゃキリがないぜ。このままでは。各機は撤退を。このエリアを放棄します。大佐殿、適切な判断です。軍曹、交代を。それしかないのか。聞いての通りだ。各機、我々は交代して体制を立て直す。忘れるな、これで戦いは終わりではないぞ。了解。なんか第3次アルファみたいな感じになってきたな。これは困ったことになりそうです。ああ、ここであれか、インターミッションか。というところで、じゃあプロローグの第1話地獄の果てには、これで終了したいと思います。とりあえずお金がいっぱいある。でもまだ誰も鍛えられないか。多分まあ次が第1話になると思いますので、今回はこれで終了したいと思います。